どうもビーレジェンド柿谷です。ですね、ちょっとコメント等を見てるとですね、こういうのがあってですね、まあ今ここにねコーラ置いてあるんですけれども、コーラがね爆発するということでね、コメントをたくさんいただいておりまして、まあね、やっぱりこうやって炭酸でですね、シュワシュワするという特徴を入れた反面ですね、やっぱり爆発するとなるとこれはもう問題だなと。でまあ確かにプシュッとは言うんですけど、爆発するかなって思ったら多分ね、蓋の閉め方甘いんじゃないかなとか、なんかいろいろ思うわけですよ。でね、今回何をしようかというとですね、どうすれば爆発しないのかを検証してみようと思ってですね、やっぱりこのパウダーの量とかですね、あとまあその蓋のね締めが甘いとっていうと、ちょっとね締め甘くして振るのがなんかすごく怖いので、ちょっとそこはね検証するのを控えようかなと思ってるんですけども、まずパウダーの量と、あとシェイクの回数、これねで検証してみたいなと思います。はい、ということでまずお水用意しました。どっちも 200cc でございます。でね、これ見てもらったら分かると思うんだけど、ほら蓋ね、蓋を1個基準にすればいいのかなと思ってて、だいたいこれで平らでね、全然ぽっこりしてません。はい、ということで今回は 200cc のお水を入れたところに同じだけ付属のスプーンの4杯4杯入れてね、4杯ずつ入れて、まず入れましょう。1杯、これなんかね全部公平性を持たせるためにね1杯ずつ入れましょう。4杯入れて2杯、シェイクする数でねちょっと差を見てみたいなと思います。はい、ということでね、今4杯入れました。さあ、じゃあまず蓋を閉めましょう。これね、逆回しにしてこのパチパチって言ってね、一旦蓋をなんか外しておいてから閉めるのがポイントですね。でないと平らにならないからね、なんか斜めになって入らない。で、どっちもローリングシェイクで、こっちが10回、こっちが30回シェイクしますね。ローリングシェイクはどっちも10回にします。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20。1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、すぐ見て。はい、どっちも蓋微妙にパンとなってるけど、あれ？どっちもなんか変わんねえぞ。開けるよ、10回目から。プシュって言っただけ、30回。強めにプシュッと言ったけどね。よし、開けてみよう。30回してもあんま変わんねえぞ。でね、なんかねちょびっとだけ1ミリぐらいのダマとか出てるし、泡もどっちも、あ、そうか、10回シェイクは1センチぐらいで、10回シェイクは1センチぐらいで、30回シェイクは 1.5 センチぐらい泡が出てますね。ちょっと飲んでみよう。あれ、なんかどっちもダマあるな。うん、うまいよ。うまい。いただきます。はい、うまい。そしてダマを見ると10回の方がダマがない、30回の方がダマがある。なぜなぜそんなことが起こる。10回ぐらいのシェイクでもうほぼダマないし、逆に30回の方がなんかなぜかダマがあるから、シェイク10回ぐらいでいいんじゃないかなっていうのと、10回でもプシュって言うし、10回でプシュって言って30回でブシュって言う感じかな。はい、だ味はどっちも美味しい。はい、ということで次の実験行ってみましょう。ではシェイカー入れ替えていきます。とう、おいっと、はい、帰りましたね。これまた今度ビーレジェンドシェイカーでね、200cc ずつ入ってます。さあ、じゃあやってみましょう。で、次は何をやるかというと、まあなんかね、10回と30回もっと派手に変わるのかなと思ったんだけど全然変わんなかったね。
今度はこっちを 200cc にスプーン2杯で、こっちがスプーン6杯入れます。 2杯と6杯で、これで、粉の量で何か違うのかっていうのを、ただ水分量一緒だからこっちの方がだいぶ薄くてこっちはだいぶ濃いっていうことですよね。いきますよ。1、2、そうか急がないと2杯目、3杯目、4杯目、5杯目、ラスト、めっちゃ入ってる、6杯、よし、 OK。 これもよし、またね、逆回しパチパチって言ってから閉める、パチパチって言ってから閉めるね。いきますよ、ローリング。今度は10回ローリングの10回シェイクいきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、どっちもちょっと、あ、多い方がパンパン、多い方がパンパン、わかるかな、わかんないだろうな多い方がパンパン、う、あの ちっちゃい、うわ、めちゃくちゃパンパンだ、これやばい、ほら見て見て、ほらこうやっても揺れないけど、ほら揺れる、そこまで丸くなってる、うわ、ちょっといくよ。こっちはまずちっちゃい方ね、ちっちゃい方、プチュップッて言った、でっかい方、うわー怖い、うおー、えらいことなってる、わかった、粉を入れすぎると激しくなるんだ。10回シェイクでなんか超泡立ってるんだけど、でほら見て見て、ほら今こうやって動かしてもほらガタガタならないでしょ、さっきもうガタガタなってたでしょ、あのそれだけ膨張してたってことだからね。とりあえず飲んでみましょう。いきます、あの2杯の方、薄いのか、うん、薄いけどさっぱりして飲みやすい。じゃあこっち、すっごいなみなみになってる、なみなみ、どこまでが泡なんだ？ずっとなんか炭酸みたいなのがブワーって上がってきてるこの泡美味しい、ちょっと待って、この泡で行き着かない、うん、うまい、やっぱでも濃すぎるわ、すごい、なんだろう、なぜか6杯の方が超泡泡だけど2杯の方がダマがある、でも6杯の方全然ダマがない、よくわかんない、なんでだろう、あ、ブレ、ねでもやっぱり4杯の方が美味しいかなでも6杯の方がクリーミーになるね、なんかほんとコーラフロートみたいになる。そしてさっき映っちゃんと取れてたかな、あの蓋するぞれでこうやった時にこうカタカタカタってなったでしょ、そこがやっぱり丸くなってるからだと思うね。で蓋も結構パーンって明らかにさっきの10回30回シェイク比較と比べるともう明らかにすごかった。だからやっぱりシェイクはもう10回ぐらいで、あ、今もそうだよね、これどっちも10回だったもんね。だからシェイクはもう10回ぐらいで十分で、あんま激しくやりすぎるとやっぱ膨張するっていうのが一つ、もう一つは水分量に対してこの量が規定値よりも多すぎるともう超腫れるっていうね。だから今のもひょっとしたらだけど水分量も300とかで粉も6杯ぐらい入れてたら本当にちょっと、だって今ね僕開けるの怖かったもんね。だからやっぱりそれぐらいね、爆発するってことですねだからあの取り扱い注意ということでですね、ぜひ皆さん特に食卓なんかで、食卓じゃなくてもそうなんですけど、お家でねこう学生さんとかこうやってベーってやっててポーンって破裂しちゃうとですね、もうお母さんに怒られますからね、もう旦那さんももう偉くなりますよ、奥さんにキレられますからね。はい、あの奥さんはお昼にぶちまけたら自分で掃除しといてくださいねはい、ということで、皆さんぜひこれを参考にしてみてください。ビレジェンド
一杯飲んどコーラ、一杯飲んどコーラなのに4杯も飲んでタンパク質 80g 相当を一気飲みするという結構タフな動画でした。まあこれでね、タフな動画でしたけど、皆さんの爆発暴発が防げればなと思います。ということで皆さん、ぜひ一杯飲んどコーラよろしくお願いします。一杯ずつ飲みましょうね。ではまたお会いしましょう。さよなら。